こんばんは。皆さんお元気でしょうか。ガレージラボ東京番組モデレーターの乾栄一郎です。この番組では毎週さまざまな分野のゲストにご出演いただき、ゲストのスタートアップ時代や現在に活動につながる思い出をお聞きしていきます。何かしらのアイデア、ヒントを皆さんのロードマップに、スタートアップに生かしていただければと思います。本日のゲストは SEO 界のプロフェッショナルにご登場いただきます。それではガレージラボ東京スタートです。みんなのガレージ。人それぞれ生まれも育ちも違います。違うからこそ勉強になったりしますね。これからも違うからこそ本当の勉強につながります。スタートアップを経験した皆さんに共通していることは、お金もかけず熱中し、研究し、寝食忘れ没頭したことが今のお仕事、活動につながっていることと思います。そのスタートはお家の一室、倉庫、ガレージがスタートになります。始めた時はなんだこんなもの、何の役に立つのかなというような話ですが、やり続ければ結果は必ず生まれます。では本日のみんなのガレージの主役は香西さんになります。香西さんは関西一円で SEO のビジネスをされております。そんな香西さんのスタートアップガレージについてお聞きしたんです。香西さん、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。ではですね、じゃあ、香西さんのスライドをちょっとまとめましたので、はい、ありがとうございます。見ながらちょっとお話を聞ければなと思います。はい、本日のゲストは香西正さん。これ、正って呼ぶんですね。正しく呼んだ正です。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。SEO開始期で兵庫県の生まれで、はい、今ね、もう、物流で言うと大福っていう会社、東京でもすごいね、列車で CM が入ってる、あ、そうですか。その大福の物流システム先導販売会社に、はい、もう社会人ずっと心身ともに費やしてこられた方です。はい、はい、で今日は、学生時代のお話を聞きたいなと思っております。はい、幼少期から岐阜大学までのお話になります。はい、ではこの写真ですね。はい、もうこの写真はですね、はい、私の生まれて、時の3ヶ月か4ヶ月の写真ね。なるほど。で親父はこう写真が好きやったから、うんうん、で一生懸命買う。で2番目は1歳の時に、昔あれカタカタって言うよね、うん、カタ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 って、多分今でもカタカタ、はい、今でもあるの。ありますよ、ありますよ。カタカタをして1歳ぐらいの時にこう写真館行ってね、こう写したの。だからその時駅前に写真館があって、あ、そしてね、あの2歳の時にずっと写真を撮っといてくれたんが、ね、亡くなって家をね、あの整理した時にいっぱい写真が出てきて、その中の一つです。その中にはね、母親もそうやけど、ね、幼稚園の、これ、ね、中いっぱい桜とかよくできましたとか貼ったんだよね。通園ブックって書いてますね。通園ブックですね。そういうのが出てきました。そういう意味ではやっぱり非常に私可愛かったから、ね、ものすごい愛されとったんじゃないかな。もうこの写真を見たら、はい、もうめっちゃ可愛い。こう今では憎たらしい。いやいや、今も一緒。はい、どうも。はい、はい、で次の写真ですけど、同じね、このコスチュームというか、これな、魚屋さんですか。いやいや、これはね、その地方のいうんですね、私住んだった立場なんですけど、はい、もう古い時はなんかこうお祭りみたいなのがあってね、でこのハッピーみたいなの着せてもうて、うんうん、町内会を練り歩くっていうのかな。なるほど。なんか3歳ぐらいのね時の写真です。へー、はい、すごい。なんか、はい、この地域のつながりのそういうお祭りに参加って、はい、うん、なんとか祭りみたいなね、 ありますよね、はいはい、うん、そういうのが、まあ、昔は残っとったわけですね。はい、でもこういうその衣装とかって言ったら、はい、まあ、うちの子供もそうですけど、なんかね、ちょっと恥ずかしいけどちょっと見てほしいみたいな、そうです、そんな顔なんですけど、こ
声めちゃめちゃ緊張してはりますね。当たり前やな、なんかしら書きづらいと、はい、こっち打ってとか。なんかお人形さんみたいにピッてこんな感じでされてますね。そういう意味ではね、やっぱちょっと物心は分かってきて、ね、ちょっと分かってきて恥ずかしいなというのもあるんで、そんな緊張してるっていう感じですね。すごい、はい、でも写真がねすごくって、はい、で次ですね、はい、これ香西さんどこにいます？あのね、あのこうして前見てるこの後ろね、ちょっと後ろに女の子が2人いますよね。その前やね、その前下向いてるところ、一番 A 位置でね、お前アホやなとか言って撮ってから、うん、こう後で言うのはあれ簡単や、 あの手が悪いじゃないかとか、プレイヤーが2人置いて、そうそうそう、それに対して手を打っていく、ぐちゃぐちゃ言うわけやで、打った途端にいやそれちょっとみたいな話を言う役、そうそうそう、ずるい役やな、ずるいですね。でもでもね、はい、で盛り上がりそう、盛り上がりそう、将棋を昔はね、小学生がやってたから、そういう時が将棋のサザエやないな、将棋のサザエ、はい、次行きましょう。なるほ ど、はい、どチェックしました、はい、これすごい、あこれ何、これ、ね、これ高校時代ですか、はい、高校1年生の時はね、あそんで私勉強せんへんもんやからね、ちょっとこれ香西さん、はい、どこにいますの、あ私右から2人目のね、緊張して、やっぱりこれも緊張して立ってね、これちょっとおとなしそうな、そう、あとはみんな先輩ばっかりなんで、私だけ1年生、おすごい、はい、そういうことで、高校入試に受かったらエレキギターを買うてやると、うん、私あの中学の時はクラシックギターやっとって、ほうちょうどベンチャーズが出てきたとかで、ビートルズ、テキ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 とかね、あんなんが いっぱいいい音が出てきて、エレキギターって夢の音が出るやん、はいはいはい、で親父もあのね、親父と交渉して通ったら買うてやるということで、条件をね出してね、条件さあったら一生懸命頑張れで入った途端もう先輩私ギター持ってますってね、バンドに入れてもね、でもこれみんなギターですよ、そうみんなあのギターばっかりやね、リーダー系がベースやね、あで真ん中の人があのリーダーでね、はい、ええー、とこ弾くわけや、パン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 って ねなるほど、そんで右側の人がこう、サイドギターでね、リズムセクションね、私やるとこないから、あの低音部強調名ドド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 ドベースと同じようなことねやって、でもそんなあってもなくて、いやそういうでしょ、おしまい、あおしまいね、あその時はね、うん、私が出ただけでみんな女の子がキャーって言うとったやん、ほんまに、そうやから、そうどう見てもそうでしょ、なんかめっちゃ真面目そうやしねそういうことで、こっちから出ても出んのがよかったんやけど、でも私が出たら、ね、女の子がキャーって言うから、そういうことです、すごいな、勝手に決めましたが、じゃあ先輩とあれですね、はい、その何ちゅうの、はい、こう約束事ができてるわけですね、約束事ちゃうの、別にそんなないの、はい、そこまではないんや、そこまでは、はい、どうもでもすごいね、この当時のギターってなんか独特のベンチャーズスタイルっていうかね、そう、あの私みんな上の方でね構えてますよね、あ私の先輩おじさんはこんなんて弾いてましたよ、田畑芳雄みたいな、たぶん知らんから、知ってる人は知ってるし、知らん人はね、だからこういう感じで弾く、はあ、あの今やったらベチャンと下げてね、そうやね、こんなんやってるけどね、もうそんなかしく、ね、そう、かっこいいって感じですよ、その時はもうね、あそなかった、ああ、なるほど、ギターがね、テスコのギターでね、懐かしいテスコですか、はい、真ん中の先輩ね、グヤートンで、僕の方がちょっとええギターや、テスコね、今でも高いですよ、今、そうな、うん、レトロギターで、この間見たらね、うん十万円してましたよ、はあ年代もやもんな、年代もんで、そう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 、ほんでテスコもなんかグレードがいろいろあるじゃないですか、そうな、うん、あんねん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 、ちょっとそう、まあテスコだけはね、そううるさい、はい、うん、テスコの T は東京なんとか言うんだよね、あそうなんですか、うん、東京エレクトリックっぽいですね、そうそう、すごい、はい、どうも、次ですね、はい、わあかっこええな、えかっこいい、はい、私大学の時ね、今度入ったらね、うん、今度はあのバンドをやりだしてね、これ、まあ、太いバンドしてるでしょ、うん、ベルトね、バンドやバンド、はい、バンドバンドをやってたわけ、あ、ね、バンドね、バンド、うん、よしよし、オッケーオッケー、こうジャズコーラスのグループ作ってね、へそんでこう歌を歌ってた、これもう大学入ってるんですか、もう大学入ってる、じゃあこれは親元離れてっていうことですよね、そう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 、もう好き放題から髪の毛は長いしね、長いですね、足は短いけどね、あそれは当たってますね、いや当たらんでいい、ね、そんで
パンタロンいうの履いとったよね。パンタロンですね、俺ね。ほんで長を見せるためにね、高いかかとの高い靴履いてるわけ。なるほど。そやけどパンタロンこうてね、こう切ったらね、パンタロンで広がってるところがね、下の方になってもんでね。あーのであんまりパンタロンの、ね、ぽくないんですかね。ぽくなくなって残念やけど、はい、この色の組み合わせすごいですね。ピンクに白に黒のストライプってありえへんね。いやでももしかしたらどっか行ってるかい。なんかね、下北沢あたりに、はい、こんなん着てる人こないだ見たような気がしますよ。あ、そう、もう時代遅れやな、それ。私この時にもうやっとったから。なるほど。一周回ってきて追いつかれた感じですね。あ、そうやね。いやでもできそうやな、それやったらねえ、はい、これギターまたちょっとなんかすごい良さそうなギターですね。あ、これはね、ヤマハのね、セミアコって言ってね、中が空洞になって、おで、まあジャズにも使えてね、ロックにも使えるって、そんな何本も買われへんから、ちょっとそういうような音で。絵の買いあったんですよ。絵の、ヤマハは高かったのね。へー、そういうのね。ヤマトンからヤマハへ。すごい出世ですね。上やとやべ。テスコからテスコからね。はい、そういう感じで、ね。なるほど。じゃあこれって曲はジャズなんですか。あ、違う、あのジャズコーラスがね、要は4声ぐらいのね、こう、うん、コーラス。ね、なんかあのメンバーはね、コーラス部のピックアップメンバーをそんでして、それで結局バートバカラックの曲とかね、そういうようなを、ジャズコーラスでやると、はあ、もうその時こうやっとったわけで、こうやりだしとるとね、あの岐阜にはね、女子短大がめちゃくちゃ多い、はあ、そんだらあの学園祭とかね、うん、あんなんであの弁当だけ出してくれたら行きますっていう感じで、うんうん、あちこちから、ね、うん、行っとったというの、よく学園祭みたいね、ちょっとした人が行ってるでしょ、うん、行ってる。あの時は有名人なんかなかなかどさまにしてくれへんから、そういうので、地方の有名人の私の方が、うん、地方の有名人、有名人扱いでした。地方ではね、地方では。あ、ちょっとでもバートバカラックってすごい女の子に人気あったんじゃないですか、はい。さあ、ちょっとね、やっぱり音楽的に小粋な感じでしょ、甘い感じでね、そうそうそう、そういうのをね、やらさせてもらいます。へー、はい、すごい、まあ、そういう感じですね。へー、これまたちょっと あの古風な感じというか、これ香西さんどこにおられます？一番右ですよ、どう見ても。あの、真ん中 の真ん中はおばあちゃんですね。このちっちゃい黒い丸いやつとかはちゃんですか？あれは茶瓶、あ、茶壺、茶壺の時は釜ですよ。あれ釜ですか。そう、そんな、うん、そんなとこ釜あんでよろしい。あ、すいません、私は右側、一番右側ですね、はい、すごい高青年で、高青、そうやね、昔からそうやって。あーね、今でこそそうですが、これまたお着物あれですね、はい、光沢があって、そう、ね、良さそうな。私の住んでる下宿ね、はい、昔は一軒家で上にこう部屋があったね、うん、あの、うん、ね、あの6畳の間が2つあって、はい、でその1つに、大学生を、ね、曲がりをさせてもらって、で、まあ、大学生がいとったら、まあ、下のね、あのお年寄り夫婦でね、うん、でお年寄り言うてもお花と家元の先生になって、その時でもう80ぐらいの方やったんやけどね、伯爵とされてますね。そう、ほんで香西さんって言って、あのお茶を習いませんかって言うて、言うて、あーって言うてちょっと茶濁しとったんやけど、なるほど、あのほんまは男の人がね、うん、あのお茶を習うのですよって言って、はで今でこそね、花嫁修行でお茶をね、女の子が習いに来るんやけど、うんうんうん、本当は武士の間でね、あのお茶を習うんですよって言って、なんで下にはいつも女の子が来てキャッキャ言うてるから、うん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 、分かりました、半額してもらったら私、はい、入れさせてもらいますって言って、女の子が容器来た時にちょっとお邪魔しますって入ってで、お茶を習う。なるほど。そういう意味でね、あの大相撲、大相撲なんですけど、うん、まあ、そういうのって、あの居城もよく。ああ、そうですか。まあ、じゃあ、大学時代、はい、下宿先の、あ、まあ、なりわいとして、はい、まあ、お茶とお花を教えてるお師匠さんのところで、はい、下宿住まいを、はい、そうです。でもね、これね、はい、あんなね、テケテケやってる人が、はい、
そんなね、こんな風流なね、風流な風流なところでテケ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 したら、はいはい、迷惑じゃないですか、そんな。あ、そんな上で鳴らせへんいうか。あ、上ではそうね、それは鳴らさないですね。そういう意味があってね。でもいいですね、こうお茶を通じてね、やっぱ環境がね、いろいろそれいい、ね、お花とかお茶なるとって、うんうん、ちょっとした時ね、お花見たらやっぱりね、こういうね、天地人とかわかるから、あ、この人はお花ちゃんと習っとしてやなとかね、 あんなわかるわけ。心経草とかね、そうそうそう、そういうのがね、わかるから、そういうのがね、いろんなのがしてよかったかな。すごいな。それやっぱり器とかね、ああいうのが分かって、焼き物とかね、うんうん、あとそっちの方にもね、あのいろんなね、知識というかね、その見た見かけ、目が見えるというか、そうそうそう、目が利くというか、ああいうやつですね。それ知らん間にね、それはやっぱり環境が大事だね。そうですよね、はい、なるほど、はい、それでは次ですね。あ、これがあの2階のね、私の下宿。じゃあ今のお師匠さんの、はいはい、修行場所の上がこれですね。そうそう、そんであのお茶のあれをやってる時はね、一応基本的には鳴らさないし。なるほど。そういうんで、うーん、まあギターがあって多重録音でね、テープレコーダーで、ね、多重録音して、はあ、まあね、これがどんどんいったら山下達郎みたいなね、多重録音といいですね。その上を行っとったかも分からへんけど、生地が学生やったのよ。お金がなかったんと、地方やったもんですから。なるほどなるほど。一人でそうやって、はい、で、でもそのオープンリールのデッキの横にこれ、はいはい、お花がいけてますね。そうそう、ちゃんとね、いけてるね、そういう意味でね。うーん、はい、なかなかいけてるでしょ。いけてるいけてる、はいはい、でも一方その、はい、本棚見たら、はい、これハードカバーの、これは教科書ですか、はい。いやいやいや、昔はね、なんとか文学生、うん、三島由紀夫全集とかね、おいっぱいこういうのがあったわけ。そんで私は思うには、あの本を読んでるのが一番安い、時間潰しするみたいな。あのそやからいっぱいの、ね、うん、本を読まさせてもらった。うろうろ遊びない、飲みに行くというのは大人やがないから、まあそうですね、ただ家では昼は麻雀をして、夜は文学青年です。なるほど、はい、まあ、ちょっと時間もあれなんで、はい、時間も、はい、まあ、こういう定期演奏があって、はい、これ最後のこれですね、はい、これは卒業式やね。ああ、なかなか、はい、そうです、私だけ和服やね、和服でね、左から前のね、3人すごいな、はい、これが生まれた時から香西さんの大学卒業の時点 で、はい、遊びあり、そう、遊びあり、はい、遊びありで、そんで親にはえらい怒られたけど5年間行ってます。別に、なるほど、勉強好きやったわけないですけど。わかりました、はい、学生大学、まあ、そんなちょっと勉強に熱心な香西さんの、はい、まあ、今の現在の仕事をどういう風にされてるかということを後半でお伝えできたらなと思います、はいはいはい、では一旦ここで中断しまして CM の方お願いいたします、はいはい。はい、プロフェッショナルデモンストレーションとして香西さんの SEO、まあ、そういった内容について、会社ホームページテックという会社の事業内容についてお聞きしていきたいなと思います、はい、まあ、これが、ね、あのトップといいますかロゴにありますね。ロゴとね、はい、はい、で、これ、まあ、香西さんの手はね、もちろんあの手があのマスカケになってるっていうので、両手マスカケさんのっていう、こう、なんていうんですかね、あのイメージをつけて魔法の SEO セミナーをされてると。魔法だしです、はい、はい、で、何をしてるかというと、まあこれもそうなんですけども、あのウェブ解析士の認定を受けられたりとか、情報セキュリティであるとか、まあ、あのそういったあの資格を持ちながらウェブの仕事をされてるっていうことになります、はい、で、あのこれすごいなと思うのが、いろんなとこに勉強されていて、このエピソードについてちょっと教えてもらっていいですか。あ、これはですね、コワーキングの場所にね、この真ん中にいてはる、真ん中や右にいてはる方はね、村上則夫さんって、
元アメリカの、Google の副社長だって、日本の Google を立ち上げた人ね。2003年にから Google 始まってね、うん、そんで5年間ねやってはった社長なんです。で、まあ、今はなんで、まあ、こういう Google の話が出てくるかというと、はい、まあ、SEO、はい、インターネットの世界っていうのが、はい、Google が基本になってるっていうのをお聞きして、ね、この写真を選びました。そうで、まあ、これ Google のデータが、まあ、サーチエンジンほとんど 90% ですか。そうですね、あの Yahoo も Google はデータもらってるからね。そんで Google が今検索の世界ではね、やっぱり一番93% が Google を占めているというね、はい、なるほど。だからみんな Google と言いますよね。 Google、 もう Google 先生とかね、はい、Google とかね。で、まあ香西さん曰く SEO をやる場合は Google の立場に立つというか、 Google の持ってる企業ドメインを持って進めていけばいい、はいはい、で Google はユーザーにずっと使ってほしい、そう、それが基本なんですね、はい、なるほど。で、じゃあどうやって対策をしていくかっていうのは、これ徹底的なユーザー目線で書くって書いてますけど、そうで、皆さんね、うん、やっぱりその時に私はこんなんできるよって言って、ね、うん、店にいっぱい並べるやん、はい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 、そうじゃなくて検索する人は何を、ね、調べに来たんかっていうのをして、うんうん、Google がそうやったらこれが答えですよっていうんで出す仕組みやから、うん、その検索キーワードによってね、そのことをきちっと書けば上に来るんですよ。あ、そういうもんなんですね。そう、そういうのがもう分かったわけ。分かったんですね、はい。で、まあ、いろいろアップデートっていうので、これパンダとペンギンって書いてあったので、はいはい、これを入れたんですけど、はい、薄いコンテンツ内容の乏しいものはダメで、まあ、上上がってこないね、上がってこない、はいはい、でもう むやみやたらに SEO 対策されてるリンクを、まあ、たくさん故意的に貼ってるとかっていう数が多いすぎると、まあ、NG になってるというところも気をつけないといけない。そう、3年4年前はね SEO 屋さんが流行ってまして、うんうん、でそっぱいね、ホームページを何回空っぽに近いのを作って、ね、バーンって100件とかね200件すると Google はたくさんね、あのリンクがある、あんたのホームページはええなって言って錯覚しとったんですよ。だからそれについてはおかしいからということで、Google がどん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 ね、そのチェックするようになって、なるほど、そういう、ね、ホームページはもうね、ネグレクトするような、うん、はい、まあ、それで最終的にそのコードって言いますかね、あのホームページを作成する中のタイトルタグとか要約文の設定によって大きく変わると。今地道な作業ですよねこれ、はい、昔いうかみんな知らない人はね、あのタイトルのとこ会社名とか事務所名入れてるだけだとね、だからそこに必ずキーワード入れて、ね、うん、ほんでやっぱり説明文の中にもキーワードと関連用語ですかね、うんうん、入れてかちゃんと書くいうのが、そうすると Google もね点数を要求もらえるからというのを、皆さんほとんど SEO セミナーなんか行ったこともないし、そういう先生とか言ってるめちゃくちゃ高いから やる機会がないですよね。だからそういうの知らないから結局無謀の主になってしまうというのが今現状ですね。なるほど、僕もこの話を聞いた時に、はい、まあ、やたらリンクをたくさん貼ったりね、はい、Wikipedia のリンクをたくさん入れたりとかってやったことあったんですけど、はいはい、全然効果つながらないってことは、やっぱりそのホームページサイトの中にユーザーの有益な情報があるっていうところが、はい、もう Google の求めてる条件、そうですね、そう言えるんですね。検索する人はそれを求めてるから、みんな、ね、勘違いしてね、で、まあ、これですね、キーワードを入れた本文にするっていうのが、はいはい、うね、まあ、香西さんが見出した、はい、まあ、はい、こう術というか、そう、ね、技術っていうところですね、はい、例えばホームページ制作いう、ね、キーワードですると、やっぱりそのキーワードは左上にあったら一番点数を稼げるわけね、で下にあるほど点数が薄くなっていく、うんうん、そうやって全部ね、いろんな単語に全部点数出して、うん、この点数、ね、キーワードが来たらあんたが一番ってピッとなる、はあ、ね、そういう意味ではあの上にある左にある単語ほど重要、うん、で、まあ、個数が多いのは程度がありますけど、うん、やっぱりある程度の個数がなかったそのキーワードね、なるほど、で割合もねある程度、うん、大好きないかんけど、まあ感覚私らのプロでは 5% がマックスかな、それ以上になると故意に入れてると、
まあ、例えば果物屋さんで、ね、はい、リンゴ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 って書いてても効果ないってことですね、はい、そうですね。リンゴの説明があるとか、美味しいリンゴの食べ方であるとか、そういろんな、ね、保存方法であるとか、そういうところがもう重要視されてるんですね。そうですね、管理用語もちゃんと入れてか、まあ簡単なことやけど、みんな気がつかないのと、書こうと思ってもなかなか書けないのがね、現状ですね、はい、なるほど。で、まあ総まとめになってくると、はい、3つの方法、はい、検索キーワードをしっかりと決めてあげる。そう、山のもの、店舗山登っても時期登れてもね、誰も登ってけ。なるほど、はい、じゃあ見つけてもらいやすいキーワードを、はい、まあ、設定すると。そう、ヒマラヤみたいなね、いうとこなかなか登らない。急にはね無理ですもんね。中間をね、を目指してキーワードを決めると。はい、先ほどの、まあ、HTML のタイトルタグ、要約文の設定、はい、ディスクリプションに、ディスクリプションね、はいはい、で本文の記事の内容をユーザーに有益な情報にちょっと変えて、そうです、ね、記述するというところですね、はい、それをすると、はい、まあ、アクセス数で平均にそのサイトを見る時間も長い、はい、いろんな部分で、まあ、Google が支持するページに、はい、まあ、どんどんブラッシュアップされていくと。で、ホームページの強さ今はあのゲームでいうね、あの体力、アクセス数とかね、まあ、滞在時間、それが体力になってきますから、どんどんそれぞれ、まあ、記事がね、ね、よく変更されてるからね。なるほど、新鮮な情報を送り出してるね、はい、まあ、これちょっと印象的なのは、あなたのホームページはあなたが親ですっていうところですね。はい、ホームページ屋さんがね、親でないね、はい、ああそうか、はい、じゃあサイトのオーナー、ホームページのオーナーが親としてどういうふうな看板、はい、会社の顔にするかっていうところですね、これね。ホームページ作った時はね、赤ちゃんとしてやねん。なるほどね、から、はい、いいですね、はい、なんか可愛らしい体で、ね、はい、そのつもりで、はい、ホームページを育てていきましょうということでした、はい、そうするとね、私みたいなね、次、はい、あ、そうか、優秀な営業マンになるって。そうですね、まあそんな感じで、まあ、あのホームページの内容をしっかりと吟味してやっていくということを、はい、宏大さんはお仕事としてされております。では次週また引き続き宏大さんのお仕事についてお聞きしたいなと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。